町田のこの小籠包屋さんにご招待遊びに来ました。おごりじゃないです。おごり大事僕一回も YouTube でギャラ入ったことないんですから。食べていってください。やっと食べた。サトシの野郎も来てますよ。サトシの野郎が、はい、野郎が来てますから。野間さんがご馳走してくれるみたいです。やりましたよ。哀れな吉本 YouTuber に小籠包をおごってくれるそうです。ありがとうございます。いやったー、美味しそう。りょうしくんが今汁を飲みますが、美味しいでしょ。できるかな、教えた通りに。あ、そう、汁を出して、そうそうそう、うまいね。キッチンじゃないんだから美味しい。もっともっともっと、そう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 、すごい。これをまず、その汁だけをまずすすってください。でかい声出さないよ。いや、美味しい。やった。美味しいよこれ。やったよ。町田のこの B 級グルメ界を牽引する店ですから。 B じゃなくてもいいんじゃない、これ A でいいんじゃないね。A かった。あ、すごい濃厚で美味しいですね。そうなんです。サトシの野郎の頭がちょっと今リアクションを防いだ。野郎ですから。あれですよね、大阪の人はたこ焼きをきっと食べるんだけれど、はい、町田っ子はこれで、これなんおやつなんですね。はい、皮はなんかもうこれだけで成立したぐらいカリカリ美味しいね。幸せだね。まあまあ、店員さんはこの狭い空間ですごい人数働いてます。野間家がこの向かいの大判焼き屋さんで急にたい焼きを買い始めました。もうどんだけ食いしん坊なんでしょうね、この家族。ちょっともうマジで今から、え、いやいや、もう生クリーム、生クリームのタイヤめっちゃ入ってんじゃないですか。ほら、すごいですよ、これ。すごいですね。いや、これはすごい。はい、というわけで家に帰ってきました。結構重たい小籠包を食べて、その後に生クリームびっしりのたい焼き食べて、その後にメイン の, あのパンチの効いたラーメン食べて、その後カフェで甘いもん行って、マジで野間家どういうことなんすか。ちょっとこれは信じられないですね。